LDL 受容体ファミリーは、LDL をはじめとする種子のリガンドの細胞内、取り込み、あるいはシグナル伝達を司る多機能タンパク質である。ファミリーを構成する分子は10種類以上を数える。その働きは、非常に重要かつ多様であり、一部を以下に列挙する。リポタンパク認識を介した脂質輸送の制御シグナル伝達の制御タンパク質。 分解酵素あるいはその阻害剤など、細胞外マトリックスの生体高分子の、調節ビタミンや、ステロイドホルモンの輸送、LDL 受容体ファミリーの構造を模式図、LDL 受容体ファミリーは、共通して、以下の特徴的なドメインを持つ。その構造については、渦に模式図を示した。LDL 受容体ファミリーは、構成動物に広く存在している。これらの受容体は、 細胞内のコレステロール量により発現が調節されている。すなわち、細胞内のコレステロール量が過剰になると、細胞表面への LDL 受容体の発現は減少する。逆に、HMGCOA 還元酵素阻害剤などにより、細胞内のコレステロールが減少すると、HMGCOA 還元酵素と LDL 受容体が増加する。LDL では、 APAB-100 が分子認識に用いられ、他の VLDL や IDL では、アポエが認識される。LDL 受容体はアパブ、APAB-100 あるいはアポエを認識し、コレステロールを含むリッポタンパクを、循環血液中から肝臓へと輸送する。LDLR は、アポエの分子種の一つであるアポエ2を認識しない。VLDL 受容体及びアポエ受容体には、 それぞれ LDLR と相当性の高い分子で LDLR と同様にリポタンパクの輸送を行うほか発生期にシグナル伝達の調節を介して神経系の構築、維持、再生、修復に関与する。例えばリガンドの一つであるリーリンが受容体に結合するとウンプキシーが細胞内のアダプター分子である w 1をリン酸化し SRC ファミリーあるいは バイサキナーゼカスケードを活性化する。LRP-1 及びメガリンはそれぞれ高い相造性を有する分子で、両分子とも LDL を肝臓や発生期にある胎児へと輸送するとともに、タンパク質分解酵素及びその阻害剤など、細胞外マトリックスにある高分子を細胞内へと輸送する。また、LRP-1 は、 アポエの他に、アルファーに、マクログロブリン、プラスミノーゲンアクティベータ、プロテアーゼマイナスプロテアーゼ阻害剤複合体、リパーゼなどと結合し、それらの代謝を制御する。また、神経突起の成長に必要であり、PDGF シグナルを調節する。一方、メガリンは、様々なリガンドと結合し、特にキュブリンと共同して、筋異尿細管における、 ペプチドの再吸収を司る重要な働きを有している。また、副甲状線、ホルモンシグナルの調節、ビタミンやステロイドホルモンの輸送、カルシウムの向上性維持、発生期には前頭部の発生に関与している。LRP-5 及び LRP-6 は、共に典型的なリンガンド結合部位を持たないため、一般にシグナル伝達の仲介を行い、 実践単独ではエンドサイトーシスを有機しないと考えられている。しかし、LRP-6 は生物テロに用いられる炭素菌毒素の取り込みの際、毒素の受容体である ATR と共同して働き、毒素受容体複合体のエンドサイトーシスを開始させるとされている。さらに、LRP-5 がヘムとヘモペクシンの複合体を 細胞内へ取り込んでいる受容体であると報告されている。ありがとうございます。